大島愛子です。今日はですね、東海薬局さんにお勤めの管理栄養士小木曽さんに必須アミノ酸について聞いてみました。花粉症の一つに免疫と言われる、腸内環境を整えるといいよっていうお話を以前いただいたんだと記憶しておりますが、小木曽さんはご飯と味噌汁と納豆っていう組み合わせをねおすすめしてます。それどういうことかっていうと、タンパク質は瞬時に20種類のアミノ酸によって作られていて、そのうち9種類のアミノ酸は体内で作ることができないため摂取する必要がありますよって言われています。これを必須アミノ酸と言うそうなんですよね。1つのアミノ酸が不足したままお米を摂取しても栄養バランスは良好と言えないそうです。お米に不足している必須アミノ酸リジンを多く含む食品が大豆だそうなんですよね。和食の基本、ご飯、味噌汁で体の基盤を作って、ウイルスやアレルゲンに負けないたくましい体を作りましょう、というお話でした。